ュさんの女子という詩をやりたいと思いますが、リーダージュンドンジュさんのお話をちょっと。ユンドンジュのユンは伊藤さんの胃のこの人弁のない方がユンですけど、ドンは東柱ユンドンジュって言って、今はもう亡くなっていないんですけども、殺されたんですよね、日本人に。第二次世界大戦中に韓国からまず東京の立教大学に留学して、で京都の同志社大学に留学して勉強してはったんです。で当時日本日帝時代で植民地にしてたんですね、韓国。だから日本に来て勉強してる時も韓国語で詩を書いてたんだけども、詩人なんだけども、韓国語を使ったらあかんっていう風な治安維持法っていう法律で、彼はやっぱり詩をずっと書くわけですよ。詩人ってなんか詩を書くわけなんですよ、自分の言葉ですからね。で書いてる詩が見つかってというか、謀反を企てているんではないかということで、京都の下鴨警察署にまず留置されて、で北九州の福岡拘置所に送られて、でもう本当に戦争が終わるちょっと前に獄中死してるんです。ちょっと獄中で一緒にいた人が証言があるんですけども、最後何を叫んでるかわからない叫び声を上げて死んでいったと。でひょっとすると多分九州大学がその当時薬物の兵器を開発してたんで、その人体実験にされたんじゃないかっていう説が強いんです。でユンドンジュさんはずっと詩を書き続けてて、ふるさとに送り続けたんですね。でそれを受けた人が友達だったかな、親戚兄弟だったかな、その壺の中にその詩を入れて庭に土の中埋めてたんです。で戦争が終わって解放後にそれをこう取り出して、もう今、日本でいうと宮沢賢治みたいな、韓国のユンドンジュって言ったら韓国人の教科書には必ず載ってる素晴らしい詩人なんです、クリスチャンなんですけども、その方が書いた女子のプロローグという詩ですね、女子っていう歌を、神戸にいる僕の友達が曲をつけたのをキランちゃんが歌います。死ぬ日まで空を仰ぎ、一点の恥ずることなきを、この葉にそよぐ風にも俺は
詩を隠してそれが時代を超えて、人が人の魂に触れて乗り起こしていろんなとこで、彼が死んでから有名になったこの詩ですけど、本当にこういう詩を目の前にすると自分のやっているこうパフォーマンス、ありがとうございます、パフォーマンスの大切さみたいなことを感じるし、小さな子どもたちにもいろんなところで伝えていきたいなと思って大事に大事に温めている詩でした。